どうも皆さんこんにちは、ベーシストの高橋です。今日はちょっとアルペジオの練習について話していきたいと思います。ちょっとでは聞いてください。まあ、今回題材にしてるんですけど、これ今何をしたかっていうと、まあ4和音のアルペジオを C のキー C のダイアトニックに沿ってやっただけなんですけど、まあ知ってる方は知ってると思いますが、まあダイアトニックコードっていうのがあって、その構成音をやっていくわけなんですよね。まず最初は C メジャーセブンス、で次が D マイナーセブンス、次 E マイナーセブンス、次が F マイナー、F メジャーセブンス、で次が G セブンス、はい、で次が A マイナーセブンス、で、B マイナーセブンスフラットファイブ。まあ一度、まあそういう風にねやってるんですけど、まあ詳しく知りたい方はダイアトニックとか調べたら分かると思うんですけど、でまあこれやってるとね、まず、他のキーボードコード楽器の人たちが何の音を基本としてやってるのかを理解することができるっていうのが一つ利点ですよね。であともう一個はもちろん運指練習になりますね。であとまあ、アルペジオもベースラインに組み込むことってできて、でもなんかちょっとあまりにもちょっとダサくなりやすい時もあるんで、ちょっと気をつけないといけないんですけど、例えばこういう付け方だったら僕的にはありなんですよね。今何やってたかっていうと、まあこれドリアンのスケールだったんですけど、この A のね A マイナーセブンスの、まあ、A マイナーの3和音でこう3度から1度、まあフラット3度か、フラット3度から1度5度フラット3度っていうのを入れたんですよ。本当はここが1度なのに頭で、っていうことができるんですよね。まあ本当は意外と最後にこう一度に着地しなくても、まあこんくらいの一発のキーだと全然伝わるんで、コード進行が多いとその分その着地点とかも考えないと意外なんか違うコードに聞こえたりすることもあるかもしれないんで、まあ、気をつけないといけないんですけど、まあ、こうやってね3つ目の利点としてベースラインにも、全然組み込むことができます。でもちょっとダサくならないように要注意みたいな、まあ、なんかこう、ベースラインに組み込むことは結構ねこうさ降りるフレーズの方が多いような気はしますね。なんか、その方がかっこよくなりやすいんかな多分。やっぱりこうすごいロジカルに聞こえちゃう危険性があるから、まあ、あんまりなんかロジカルに聞こえちゃうとなんかこう決まりきったものみたいで面白くないっていう風に聞こえてしまう時があるんで、ちょっとねそれはセンスなんですね。気をつけないといけません。ということでご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。